今日は早いという字を書いてみましょう。まず一画目、右上のマスの中にちょうど中心、縦の中心ぐらいから短めの横画を書きます。2画目、1画目の書き終わり、書き始めからすぐ下降りてきたところ、この辺りに短い縦画を書きます。3画目、2画目の書き始めと同じところから始まって右に進みます。で、1画目の書き終わりぐらいまで来たら折れ曲がってきます。4画目、4画目は2画目の書き終わりと3画目の書き終わりを結びます。5画目、5画目は縦の中心とのこちら側の中で中心を見つけます。で、そこにまっすぐの縦画を描きます。6画目、6画目は4画目と5画目の交わったところ、ここから左払いします。あまり長くなりすぎないように短めの払いを描きます。7画目、7画目は4画目と5画目の交わったところから右払いします。8画目、8画目は1画目のこの高さからずっと左に寄ってきたこの辺りに点、9画目、8画目の書き終わりからスッと移動してきたこの辺りから一旦少し右上がりに横画を書いて、8画目の書き終わりぐらいまで来たらまっすぐ下に降りていきます。で、一旦止まってくるっとカーブさせて抜きます。10画目、10画目は9画目の書き終わりから始まって一旦少し右上がりに9画目の払いのところに戻ります。戻って降りてきて、スーッと降りてきて5画目の縦画の書き終わりぐらいまで来たら一旦止まって横にスーッと抜いていきます。ポイントとしてはこの側のこの束の左払い右払いですけれども、これを甘くあまり長くなりすぎると針尿にぶつかってしまうので、左払いは特に短めに終わるように心がけましょう。あとはこちら縦の中心ではないんですけれども、このここの中で中心を決めるポイントとして、1画目のちょうど中心、1対1の中心に縦画が入るようによく見ながら書いていきましょう。あと針尿ですけれども、ここのこの形が少し難しいんですけれども、右上がりに上がってまっすぐ降りてきて、でカーブします。でカーブしたその終わったところから少し重ねてこのまま降りてきて、でここをポイントとして一旦止まってスッと抜いていく。おおよその場所を覚えて何度も練習して書いてみましょう。